ビデオです。よろしくお願いしますえっとねまずこれからいきましょうえー、クリムゾーンさんがですね、えー、アウトドアデイジャパンが今月末に開催ですね、えー、最終日日曜に代々木公園に行きます情報が解禁ということで今から楽しみザバーンブースは今回どんなグッズが出るのかもう期待してます新しいファイヤーディスクと薪を割るなたを見たいのでいろいろと各ブース回ってみますっていうことでねもう すでにアウトドアデイジャパンへの参戦の表明をいただきましてありがとうございますぜひザバンブー遊び来てくださいねでね今回これ作ったんですよグッズこちらスタンレーのパイントグラスで、まあ、ダブルウォール仕様になっててねこう冷たいものとか温かいもの入れたらもう温度がほとんど変わらないっていうねすごい優れものでもう私これ2個持ってるんですけどついに でででででーんザバーンの20周年ロゴを入れて特別なバージョンを今回作りました、えー、こちらをね限定数200個作ってザバーンブースで販売いたしますのでぜひこれ買いに来てくださいあのー、僕ねこれブルーの新色ですよこれこれとあとグリーンの昔のやつそのグリーンのやつがねえそれこそアウトドアデイジャパンのロゴが入ったのが あのかつてあってそれをね頂い,いてからずっと気に入ってつあの僕も使ってたんですけどねついに我々の番組の20年ロゴが入ったのができたっていうことでこちらサンプルなんですけどね、えー、非常に嬉しいですこれ買ってください値段がねこれ自体がもうそもそもそんなに安いものじゃないので今回ね これをカスタマイズしたということでちょっと値段が上乗せになっちゃったんですけど4700円となりましたパイントグラスで470ミリってことで847じゃねえかっていうことでパイント847えパイント47ってことだねで4700円で販売が決定しました まあ、グラス1個5000円弱かってなるとちょっとね、安くはないんですけど、ええまあ、この機械に、まあ、20年だからってことで作ったんでね、ぜひ買ってください。よろしくお願いします。ええ200個限定です。早いもの勝ちっていうことですね。じゃあ、これちょっと、こう、置いときましょうね、これね。僕、これもう2個持ってるんで、まあ、3個目が手に入る、まあ、見込みなんですけど、 重ねておけるっていうのは、すごいですね。もうね、これ使ってる人結構多いんで。そうやって収納にも。かさばりらないよっていうことでね、同じ種類で集めるっていうのはおすすめです。今回の、ハンマートーンレイクブルーって、まあ、色。この色ね。これ日本限定からなんです。あ、そうなんだ。海外のやつと、ちょっと色味が違うブルーなんですけど。うん、まだ、他のどの。 ブランド企業ともコラボしてないらしいです。初コラボ。ジャパン情報によると。それがザバン。ザバン。あー嬉しいですね。最初これハンマートーンの塗装ってすごいこうロマンがあってなんかこうなんだろうこれ石の表面みたいなザラつきが出るんですね。それがハンマートーンで。 あのよく縮れ塗装とか見たりするんだけどこの特殊な塗料を塗ってそれをねあの縮、まあ、れ塗装の場合はこう焼き付けんだよね熱でそうすると表面がこうチリチリチリって縮んでったりする、まあ、ハンマートーンの塗装がそれなのか分かんないけどあのこういうさちょっと独特なザラついた質感でねこの凹凸がまた味があっていいじゃないですかぜひゲットしてください じゃあね、えー、こちらのメッセージ紹介しましょうこちらバージョン3213ですねえー、釣り餌の保管についての質問送ってくれました、えー、私は釣り初心者で冷蔵保管する必要がある餌の購入や保管は同行者に頼りきりでまだ自ら買ったことがありませんが今後を考えてふと気がつきましたその餌は 将校まで食品と同じ冷蔵庫で保管しているのでしょうか特に磯メなどの生きた餌虫餌、えー、もしかして体調なら専用の冷蔵庫を保有しているのかもとも思いつつ皆さんどうしているのでしょうかいやこんなさ磯メとか赤虫とかそんなののためにわざわざ専用の冷蔵庫なんて私は持ってませんなので 食品と同じ冷蔵庫に入れてます。これ抵抗があるってことやね、きっとね。その虫やね、ん食べ物と同じとこ入れて大丈夫全然大丈夫です。あの、冷やすからさ、あいつら動き止まるんだよね。こう、可視状態になってんのかちょっとわかんないんだけどさ、まあ水こう変えながらやるとね、まあまあいきますよ。 で使おうと思ったらまた動き出してっていうことでねまあまああの冷やしとくと腐、まあ、さないし全然大丈夫なのであまり気にする必要なく保管してくださいでこれね不思議なもんでねれあの釣り中に手についたやつが気になんなくなってそうそう磯めちぎった汁とかがついて最初「うぅ!」ってやんだけどそう。うん もう,慣れますもうこの <laughs> もうこの辺で拭くようになります <laughs> ねあのー、だって冷蔵庫にはかつて生きてたものいっぱい入ってるでしょ<ー>肉とか植物とかさそれこそさ、ね、牛乳なんて生き物の父なわけだしさ牛の乳でしょチーズなんてもうチーズなんて発酵までしてるんですよ 生きた餌さんてもただ生きてるだけですから新鮮ですはい気にならなくなるんで気にしすぎないようにしてね、えー、じゃ続いてこちらよっちゃんえ体調ハイヤ昨日は3月だというのに雪が降り道路は白くならなかったものの車にはしっかりと積もってました,積も,た積もってたね今後は積もってたね えー、バーベキューの時はいつもホームセンターで安い炭を買っているんですが今回奮発してビンチョウタンを買ってみましたあ高くて硬い炭ですねビンチョウタンね着火剤もなく火をつけるのに苦労しましたが着火してしまえば煙少なく火の粉も飛ばないし見た目より火力が強く日持ちもすごくいいじゃないですか結局使う炭の量と値段とかを考えるとビンチョウタンの方が安く美味しくできるように感じるのは気のせいですか 体調は普段はどういう炭を使ってますこれとてもいいところに気がつきましたね。安いホームセンターの炭って別に悪い炭かって言われると別にね、まあ、ちゃんと炭なんでいいんですけどあの、燃え尽きるのが早いんですよね。で、いい炭、高い炭っていうのはね、この便長炭もそうなんですけど日持ちがいいってことは長く燃える時間が取れるってことで 結果そそんんななななに変わんないいじゃないかなそのねも燃やせてる時間とかね値段とかそういうのを比べてみるともしかしたらかえってお得なんじゃないのかなとか思うことすらあったりしてまあ実際ね測ってるわけじゃないんでねあのもうなんとなくこう今までの感想 はそういうい印象を受けけけるわけですけどね私はあの岩手切り炭っていうところの炭がとても好きでここもね日持ちがいいんですよねで形もすごく揃ってるしすごく使いやすいんですよねその炭をねよく使ってはいるんですけどでもねあの火付きがすごくいいつけやすいっていうんであればそういうのが欲しいっていうんであればあのアメリカンバーベキューで使うようなこういう豆炭っていうのもすごくいいし。 結局ねあの使い慣れた炭がいいと思うんですよね。うん、で僕の場合は岩手木炭がいっぱい家にあるんでそれをね家でバーベキューやったりとかする時にちょこちょこ使ったりとか、まあ、キャンプ行った時に持ってったりとかもするんですけど備長炭はねほんと火つけるのが大変なので初心者向けではないんですけどまあ一旦ついてしまえばねよっちゃんが言ってるようにほんとその通りでねすごくいいんでまたこの火の粉飛ばないっていうのはありがたいですよね。うん まあ焼き鳥屋さんとかさうなぎ屋さんとかがいい備長炭を使っている理由っていうのはね必ずあると思うんでそういうところだと思うんでねあのこうやっていい炭を探してみるっていうのもとてもねこれからのバーベキューライフすごくこう身になることだと思いますのでで絶対味も変わってくると思うんですようん最高の炭を探す旅いってらっしゃいませよっちゃんありがとうございましたということでビデオかまげんでした これ、ぜひ買いに来てください。三月三十日、三十一日、代々木公園のザバンブースまで来てくださいね。